はい、思い出迷子のコーナーです。今日はね、伊勢ヶ丘自動車さんに来ています。実は令和3年7月1日から、もうやってないんですよね。昨日で、一応閉店ということで連絡が来ておりました。でここはね、もともと私が幼い頃は杉原自動車、杉原敦史君っていうね、同級生のお父さんがやってるお店だったかなと思って、何度かね遊びに行ったことがあるんですよ。あそこから入ってこう2階で遊ぶんですけども、なんかね、あの羨ましいゲーム機があったりとかしていいなと思ってた覚えがあるんですけども、その後しばらくして、まあいろんな事情でね、オーナーが変わったんですかね。杉原敦史君いつの間にかいなくなっていて、でまあ伊勢ヶ丘自動車ということで、この地区のまあ車のいろんなトラブルをね、メンテナンスとかを一手に引き受けてくださったんですよね。私のナイト2000もちょっと見てもらったことがあるんですよ。で非常に腕のいい方で評判が良くて、奥さんと2人で切り盛りされていたのかなと思いますけども、残念ながらここで終わりということになりました。まあ、ちょっとね寂しいですけどね、この町からまた一つ業者さんがいなくなっているので。ちなみに天満屋があったのがそこで、スタックスっていうレコード屋さんがこの辺です。で向かいのもみじ銀行はもうすでにこれね、やっていないということになりますね。また昭和の時代が一つ終わってしまいました。ありがとうございました。お疲れ様です。